アナばっっかりり乗ってたた時代もありました、ね、ジャルといえばヤマト鍋子穴派ジャル a l てあるラウンジ事情大事だからジャルアナジャスってのがあったんですよジャルとジャスは合併するんですジャルは日本政府が半分出資して残りは民間企業が出資して半官半民の航空会社として作られましたいわゆるナショナルフラッグキャリアって呼ばれる その国を代表する航空会社。まあ、例えば、ドイツだったらルフトハンザとか、フランスだったらエールフランスとか、タイ航空。そういうのが JAL ですね。日本航空。半官半民で作られた航空会社ってこともあって、やっぱ、オラオラというかこ、こんな体質もあるわけですよ。あったんですよ。もう最終的に経営破綻して、稲森さんね、こう先日亡くなられた京セラの創業者の稲森さんが会長で入って経営価格をして、いい会社になったんですけど。え、もうだから JAL なんか見違えてますよ。最近の JAL は。本当に。 もう以前よりかなり良くなりましたよね。うん、CA さんの接客とかも含めてですけど。なんかこう明るさとか。あ昔ちょっとや,やっぱり踊んでたもんね。一時期はやっぱりもう全然 JAL がダメで。なんか JAL の飛行機って怖いよねみたいなのもあったし。立て続けに事故が起こってたんで、1980年ぐらいに、80年か81年ぐらいに、羽田沖事故ってのを起こしたんですよ。羽田空港に着陸する 時に着陸した後、急ブレーキをかけるみたいな感じで逆噴射ってのをやるんだけど、機長がまだ着陸する前に海の上で逆噴射しちゃって墜落したんです。なんかアルコール依存症だったかな。とにかくなんか薬とかアルコールとかの影響で頭おかしくなって、機長が逆噴射とか、やめてください機長みたいな。クソ重視が。 だからもう当時の多分流行語対象みたいな感じでした。逆風にしよう。3分の1ぐらい乗客亡くなられたんじゃないかな。その3年後ですよ。うん、ま小学校6年生の時、今でも覚えてますけど、オスタカ山のジャンボ機が墜落した事故。うんはい、まああれが決定的でしたね。国際線でも事故多分2回ぐらい起こしてるのかな。うん、やっぱり圧倒的にアナの方が良かったですもんね。まあ同じ飛行機を飛ばしてる会社の中では、アナの方が比較的そういった事故にとかっていうのはまあほとんどない。 優秀な航空会社だっていうふうに言われてます、ね。羽田空港に、まあ、前は第一ターミナルっていうのしかなくて、JAL と ANA とか他の航空会社が一緒に使ってたんですけど、第二ターミナルって ANA 専用に新しくできたんですよ。うん、それが目新しかったこともあり、それもあったよね。だから ANA にばっかり乗ってた時代もありましたね。うん、でまあ JAL は経営破綻しちゃったんですけど、ANA はまあ割と堅実経営をして経営破綻もせず、 ま、今に至るわけですけど。でちなみに、はい、歴史をひも解くとですね、戦後作られた会社でですね、最初はヘリコプターの会社でした。な<は>なので、例えば国際線とか乗った時に、なんか、便名を書くじゃないですか。全日空は NH なんですよ。日本ヘリコプターなんですよ。ちなみに、ANA は、あの、オール日本エアウェイズの略ですからね。海外に行くって言ったら、昔は JAL だったんですよ、日本人が。うん、で、あの、鶴丸のね、動画を見ると、はい、海外に行くと日本人が安心するなんて話もありましたけども、 全日空も海外進出をするという中でですね、やっぱり切り札になったのがスターアライアンスというですね、アライアンスに入ったことですね。はい、世界最大のアライアンス、航空会社アライアンスって言われてるんですけれども、コードシェアをしたりとか、マイレージプログラムを共同乗り入れしたりとかって、いろいろレギュレーションあるんですけれども、そのレギュレーションをクリアして、何社目だったかな割と早い。 段階で、えー、アナは、スターアライアンスに加盟しました。やっぱスターアライアンスに入ったから国際線のファンも増えましたよね。うん、スターアライアンスってやっぱ名だたるというか、各国の、やっぱいいエアラインが入ってるんで、ドイツのルフトハンザーだったりとか、うん、シンガポール航空だったりさ、まあそれに入った日本で初めて国際的な 航空会社アアライアンスに入ったのがで、まあ JAL はその後、まあ、独立独歩ポを貫いていたんですが、ワンワールドというですね、アメリカン航空とかが入ってるアライアンスに加盟しましたね。まあ,あともう一個スカイチームっていうのがあるんですけど、デルタとか、その辺が入ってるスカイチーム、うん、コリアンエアとか入ってるスカイチームっていうのもあるんですけど、まあ日本はこの二つ、JAL と ANA がそれぞれワンワールドとスターアライアンスに入ってると。で、今回実は、第二ターミナル国際線にも対応して、 で、でででで、きるようにななっっているんです。すコロナで全然誰も注目しなかったんですけど、うんで。そっから JAL は第一ターミナル、古い方のターミナル使ってたんで、ちょっとしょぼかったんですけど、最近リニューアルされて、第一ターミナルも結構の方が良くなってるかな。この間俺びっくりしたのは、ボーディングゲートの目の前にセブンイレブンができてましたからね。 めっちゃ便利。横になんか洒落たコーヒー屋さんもできてて。なんかね、良くなってんすよ。はい、で、あとあの、国際線の JAL ラウンジでは、うんあ、ビーフカレー。まあ、名物というか、好きな人多いんですけど、<う> ANA はチキンカレーです。ラウンジ事情大事だから。結構みんな、ラウンジの事情とかでエアラインを選んだり、やっぱ、 穴派、ジャル派ってあるでしょ聞きますよね。だから、それはやっぱり、それぞれ好き嫌いがあるんですよ。うん、国際線で結構、だから、ドライナットとか、うん、そう、その、うどんでスカイとか食うの好きだよ。うん、ジャルは大体それかな。なんか、やっぱり世界のエアラインの中でも、ユニークかなっていう。穴より、よ、よりそういう商品が多いよね。うん、商品開発力が高いっていうか。ね、ドライナットみたいな商品開発ができるのはすごいよねって思いますね。うん 俺、初めて好きになった納豆食品は、ドライ納豆ですよ。納豆嫌いでも食べれると思いますよ。うん、ちょっと小ぶりのちっちゃい豆が、ちょっと塩味が効いて、塩味効いてて、ちょっとだけこう、かすかに納豆臭がするんだけど、うん、嫌じゃないぐらいの。の普通に納ネットでも買えますよ。俺は本当に納豆そんな好きじゃなかったのに、ドライ納豆は、あ、これ食えると思って。酒のつまみに最高ですよ。うん、ちなみに、アナにはドライ納豆はないですね。あと、あれですね。 JAL といえば、ヤマトなでしこですね。松島奈々子さんですね。懐かしいですね。あれは JAL ですよね。なんかもう、JAL の CA はみんな見てましたね。しを学ぶとか出てましたね。あれで結婚しちゃいましたからね、ヤマトなでしこでね。僕は矢田キ子派でしたけどね。まあだから、未だにあのイメージがあって、CA には、CA になりたいんです、憧れなんです、みたいな、女子大生未だにいます。